ダンス&ボーカルグループのエグザイルが6日に放送されるテレビ朝日系音楽番組ミュージックステーション2時間 SP 20時から21時48分までで再始動後初のテレビ出演を果たす。エグザイルにとって再始動後初のテレビ出演となる。エグザイルテレビ朝日提供16年にオリジナルメンバーのアツシが海外留学することに伴い、グループとしての活動を制限すると発表し、今年1月に再始動を宣言したエグザイルは、2月から6ヶ月連続で新曲を配信し、今月25日にはおよそ3年ぶりとなるオリジナルアルバム、Star of Wiz をリリース。さらに、アルバムと連動したドームツアーが行われることも発表された。今回の、M ステ、では、最新アルバムのリード曲であり、CM ソングにも起用された、Heads or Tails を披露する。アツシは、緊張もありますが、あのスタジオに戻れる喜びを噛み締めながら精一杯パフォーマンスします。とにかく久しぶりのパフォーマンスなので男らしく、新しいエグザイルを表現できればと思っています、とコメントした。TAKAHIRO や AKIRA も、ソロとはまた違った緊張感がありますが、非常に楽しみです。今の15人でそれぞれが加護。した2年半の成果を一つにして、ニューエグザイルへの進化をお見せできるように頑張ります、と、それぞれに意気込みを語る。また、アキラは、エグザイル魂が入りながらも今のパフォーマーでし、か見せられない進化したエグザイルですので、ぜひ注目してください。特に、感想部分の現在のパフォーマーのダンススタイルをお楽しみに、と PR した。この日の放送では他にも、渋谷すばるラスト出演となる関ジャニ∞が、がむしゃら行進曲、のろし、を披露。さらに、女優の松岡茉優が生出演し、最新シングル、Are You Happy?とパフォーマンスするモーニング娘。コート18の魅力を解説する。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。